西木川鉄道 NT3000 系機動車は2007年と2008年に計4両が製造された西木川鉄道の機動車である。4両が異なる色に塗装され、それぞれに一般公募による愛称が付けられている。1987年7月に国鉄ガン線を第三セクターに転換して開業した西木川鉄道では、 開業に際して投入した n t 2 0 0 0系5両と1989年に製造した n t 2 1 0 0系1両の計6両を運用してきたが老朽化が進んだため、西木川鉄道再生計画に基づき2006年度から3年間で n t 3 0 0 0系4両を新造し車両を更新することとなった。NT3000 型では、 車体長が18メートルに延長され、トイレを備えるとともに、西木川鉄道で初めて全面貫通式、転換クロスシートが採用された。4両が番号順にブルー、ピンク、グリーン、イエローに塗装され、それぞれに一般公募による愛称が付けられている。NT2000 系、NT2100 系、計6両、NT3000 系4両で置き換えるため、 2007年3月にダイヤが改正されている。新潟トランシス製の地方交通専用機動車である。車体長は1万8000ミ、mm、リメートル。前面は編成運転を考慮して、貫通式となった。客用扉は幅1000ミリメートルの引き戸が片側2カ所、運転室直後に1カ所、反対側車端にもう1カ所が設けられた。運転席は、左隅半出式で、 乗務員扉を備えるが、進行方向向向かって、右側には乗務員扉はない。扉間には、固定式の窓6枚が設置されたが、飛ぶクローブに窓はなく、トイレのある側は、窓が1枚少なくなっている。運転席右側の客用扉の客室側には、確認用窓が設けられた。外部塗装は車両によって異なり、4両が、番号順にブルー、ピンク、グリーン、 イエローとなった。車内中央部には二人掛け転換クロスシートが通路を挟んで左右に各7脚設けられ、それ以外の部分はワンマン運転への対応用以下のためロングシートとなった。クロスシート部分には折りたたみ式のテーブルが設置された。後くらい側運転席右側は車椅子スペースとなり、客用扉を挟んだ前くらいに、 移動制約者対応の真空式トイレが設けられた。トイレにより運転台から視覚が生じるため、カメラを設置して、運転席からモニタで確認できるようになっている。エンジンは、新潟原動機製 d m f 1 3ルツディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、タクン33から1605液体変速機を、介して台車に伝達される。前くらい。 速台車は二軸駆動の同台車 NT01FD、後くらい側は、受台車 NT01FT で、いずれもボルスタレス空気バネ式である。制動装置は、電気指令式直通空気ブレーキが採用された。ブレーキ方式が異なるため、NT2000 型と連結して運転することはできない。暖房装置は、エンジン排熱を利用した、温風式である。 冷房装置は、機関直結式、ベルトレス、能力 39.5kW の新冷媒対用のものが採用され、屋根上にクーリングユニット2機が設置された。西木川鉄道開業時から使用されている n t 2 0 0 0系、n t 2 1 0 0系の老朽化に伴う置換用として、西木川鉄道再生計画に基づき音量が製造された。 n t 2 0 0 0系、n t 2 1 0 0系、K6 両、n t 3 0 0 0系4両で置き換えるため、2007年3月にダイヤが改正されている。それぞれの車両に一般公募による愛称が付けられている。ブレーキ装置が異なるため NT2000 型と連結運転ができず、搭乗時は単行運転の運用に限定して使用された。全列車。 JR 眼徳線に乗り入れ、岩国駅まで運転される。NT3002、3003、3004は、製造所から平成築法鉄道の車両と、同層で、公主輸送されている。全4両が揃った2008年12月23日に4両編成で、運転されている。営業運転においては原則として、本形式単独で運用されるが、 2020年2月20日に岩国駅構内で行われた西木川鉄道と JR 西日本の合同訓練において JR 西日本のキハ40型と並結した実績がある。ありがとうございます。